もういいよ。なんて冗談冗談。はい、所めぐみ役の藤井幸です。ラクサラクサ。ラクサね。はい、これチョコあげる。ママカからもらえて嬉しいでしょ。お兄ちゃんお姉ちゃん、これからもお仕事頑張ってね。はい、須藤桃子役渡辺恵子です。これこれ恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいの。はい。プロデューサー、これをどうぞ。私の手作りチョコです。自信作だぞ。真壁瑞希役のアベリカです。よろしくお願いします。超恥ずかしい。プロにはいい。最高だった。これをこれを。今日はバレンタインですな。プレゼント、私の気持ちごと受け取ってください。むふふ。みやおみや役、桐谷蝶々です。よろしくお願いします。最高、最高。あの、甘いものはお好きですか？甘さ控えめのチョコレート、お口に合いますように。桜森香織役の香織有沙です。よろしくお願いします。あの、お邪魔でなければなんですが、私の気持ち受け取っていただけますか？はい、田中琴葉役の種田有沙です。よろしくお願いします。バレンタインデーもミリシタですよ。ミリシタ始まりました。イエーイ。これ自分がトップバッターだったからなんかもうあんな感じだったけど、みんなの聞くのめっちゃいい。確かに。なんか動機がすごかった。チョコください、チョコください。ハウハウしちゃった。もう本当に非常に良い良いオープニングから始まりましたよ。ということで、バレンタイン的なセリフも用意していただいたところで、うん、セットもね、バレンタインっぽくなってます。めっちゃピンになる。はい、ご覧いただいているプロデューサーの皆さんはいくつチョコをもらったかな？やめてください。そして何よりもおじいちゃん、おかえりなさい。おめでとう。じゃあね、もうみんな、タネちゃんからね、いろいろ言葉を聞きたいと思いますので、プロデューサーの皆さんにご挨拶お願いしてもいいですか？はい、まあ、今日はね、皆さん揃ってるということで、ちょっと手短に行きますけれども、大変長いお休みをいただいてしまいまして、プロデューサーの皆さん、特に琴葉のプロデューサーの皆さんにはたくさんご迷惑やご心配をおかけしてしまったと思うんですけれども、私から言えることは今日は一つです。ニコ生全力で楽しみます。よろしくお願いします。よー、ありがとうございます。というわけで、ミリシタにもね、琴葉が登場しました。はい、そうなんです、うん、2月8日から琴葉ちゃんが登場しています、はい、であのログインした時に琴葉とめぐみとエレナのスペシャルコミが登場したと思うんですけれども、うん、またそれと同時に琴葉ちゃんのメモリアルコミも追加になっています。はい、でですね、琴葉ちゃんのノーマルカードの配布に合わせて、実は全52人のアイドルのノーマルカード全員に配布されていたそうです。すごい。なのでこれからミリシタ始めるプロデューサーさんも、うん、あのウェルカムな気持ちを込めて52枚配布されているので、52人全員プロデュースしてください。あ、お願いします。さてさて、今回はバレンタインスペシャルということで、ミリシタチームがこんなものをご用意してくれましたよ。どうぞ。じゃーん。あ、すごい。立体なんという感想。立体のケーキ。立体。こちらですね。はい、普段応援してくださってるプロデューサーの皆様にミリシタチームから感謝の気持ちを込めましてご用意させていただきました。フェアリーエンジェルプリンセスのスペシャルケーキです。すごーい。ちゃんと御社なのすごくないですか。立体的なんです。見えないところがステンドグラスみたいな。そうなんです。今まで結構うちのアイマスブログなんかで手作りのものをバレンタインの日に公開してたんですけども、うん、今回はバレンタインデーにニコ生ということなので、うん、生配信ということなので、うん、こちら手作りでお持たせさせていただきました。そしてね、今あのさらっと持ってきてくださって加わってるんですけど、
ダイナムコエンターテインメント羽浜和歌子です。どうぞよろしくお願いします。マッチコピー、マッチコピー。今日も今日の美人、お帰り、ありがとうございます。チョコレートカラーの和歌子コピーですが、そうなんです、意識してみたんですけど大丈夫ですか。非常にバレンタインコーディネートですね。多分誰よりもバレンタインコーディネートが素敵です。ありがとうございます。ちょっと本当に意識しすぎちゃった。ありがとうございます。痛い感じになっちゃった。よろしくお願いします。羽浜さんが来たということは何かいろいろと情報を期待しても良いのではないかと思っているんですが、ねねね、鋭いそうなんです。今日はですね、たくさんの情報がありますから、どれから行こうかなと思うんですけども、うんうん、まずはやっぱりシアターブーストの結果発表から皆さんにお伝えしたいと思います。お願いします。待ってた、みんな待ってたよね。そうなんです。シアターブースト、なんと総投票数が1,916,8,879票。すごい、いっぱい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい数ですよね。本当に皆さんの投票が最後の最後まで競ってたんですけども、うん、その投票結果本日発表したいと思います、はい、それではまずは、はい、超ビーチバレーからいきたいと思います、うん、結果がこちら、はい、こちらに決まりました。同級生役が所めぐみ、はい、先輩役が高山さや子、そして新入生役が高坂海で、キング役が豊川風花、そして右腕クイーンが横山直となりました。素晴らしい、水着の似合うメンバーだ。本当だ、本当スタイル抜群ですからね。はい、では続いていきたいと思います、うん、続いては三姉妹カフェ。おお、三姉妹カフェの結果こちらです。猫役宮尾美也、次女役最上静香、うん、そして長女役桜森香里、三女役が望月杏奈、うん、お客さん役が百瀬里夫となっております。三姉妹会が出てますけれども、いやいいですね、猫役競ってたよね。競ってました、ね、皆さん投票ありがとうございます。じゃあ続けてですけれども、続いては劇場サスペンスの結果です、うん、こちら、はい、支配人役が真壁瑞希、スター役が須尾桃子、うん、新ヒロイン役が田中琴葉、元大女優役が馬場好美、探偵役が白石紬となっております。すごい、やっと決まりましたよ。いいですね。皆さんやっとこの場に呼ばれた意味が分かっていただきましたよね。そうですね。皆様締めでたく、うん、今回当選そうです、そういうことで、ありがとうございます。投票していただいた皆さん、ありがとうございます。本当に、うん、あのね、プロデューサーさんたちも私たちもすごい胃の痛い1ヶ月間だったんですけれどもそうですね、もう私たちもう変わりましたもんね、すぐね。そうです。でメインコミューにね、まだ来てない子たちもいっぱいランクインしてるっていうことは、本当に日頃のプロデューサーさんたちのプロデュースの賜物だと思うので、本当にありがたい気持ちでいっぱいでございます。さすが傾向ね、素晴らしい。ありがとうございます。やっと決まって、実は皆さんも今日知ったんですよね。そうなんですね、はい、本当そうなんですよ、うん、なのでちょっと実は私たちもこれから楽曲、コミュ、ライブステージ、これから作っていきます。多分みんなどんなものになるか全然分かってないと思うんですけど、何にも聞かされてませんね、まだ真っ暗な状態ですね、はい、どうなんか私もですこれそうなんだ、もう一回言いますよ、これから作りますので皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。でもちょっとね、作っていく間にミリ社内でのメールとかで、うん、この進捗をちょっとずつ報告していったりできたらなと思ってますので、皆さん引き続きぜひミリ社内をチェックしていただきたいと思います。はい、ということでシアターブーストの結果を発表していただきました。はい、ではここからはミリ社バレンタイン、バレンタインフォメーション、一番楽しみにしているのはそう、新情報ということで、 P の皆様に喜んでもらえるよう、ミリ社の新情報をバレンタインのプレゼントとしてあげちゃおうというコーナーです。私たちからのバレンタインプレゼントですよ。嬉しい。はい、というわけでルール説明しますよ。今から
画面に6つのキーワードが表示されます、うん、それぞれの新情報を選んでもらい順番にその情報を公開していきますよ。また情報発表後ミニゲームにチャレンジしてもらうこともありますので覚悟してくださいね。チャレンジに全部成功するとフェアリー&エンジェル&プリンセスのこちらのバレンタインケーキを食べていただくことができます。おー、こちらすごい量なので。そうですよ、これ一応あのミリスタチームからプロデューサーの皆さんへのプレゼントなんですけど、皆さん全員に食べてもらうことができないので、代表してもらえるのが、そうです、チャレンジで成功すれば食べていただけますので、代わりに食べるよ。食べる前に写真も撮りたい。確かに、大事大事。じゃあ終わった後にしましょうか、食べるのは。そうしましょう。はい、というわけで早速6つの新情報をご覧ください。どどーん。おお、はい、というわけでなんかキーワードが表示されてますけどね、何を意味するものなのでしょうか。なんとなく想像ができるものもあるようなないようななんですけど、ね、どれから選びましょうかね。じゃあまずアメリカから選んでください、はい、じゃあまず洗濯を、私は洗濯します。はい、では洗濯のスライドお願いします。はい、セレクションチケットセット登場。ありがとうございます。はい、ということで、なんと前回大好評だった好きなカードを1枚選んで獲得できるセレクションチケットセットがこの生配信を記念してこの後再び登場です。はい、そうなんです、このセレクションチケットセット、うん、今たった今からスタートしております。そうなんですよ、前回の SSR 確定ガチャもそのこのタイミングでやった時にプロデューサーの皆さんがすごく喜んでくれたので、今回右下のスタッフもすごく頑張ってこのオンタイムを張り付いてたった今スタートいたしました。本当に今なんですか、なんか本当に開発チームがいて今やってるんですか。はい、わたった今、OK、ありがとうございます、はい、私も今ここにいるんでドキドキしちゃいました。そうなんです。で前回同様ガシャ10連分とお好きなカードを選択できるセレクションチケットがついたセットになってます。皆さんもね、まだ持ってないアイドルのカードがありましたらぜひこの機会にゲットしていただきたいと思います。はい、詳細は皆さん見ていただきアプリ内を見ていただきたいんですが、皆さん欲しいカードとかありますか。あー、迷うなー、これなんか みんなの欲しいんですけど個人的に引けなかったスバルが欲しい。お、スバル、ぜひゲットしていただきたいと思います。あれ持ってないの大丈夫ですか。いや、氷なんかあるゲットしてる。私、つゆぎちゃんまだ持ってなくて、つゆぎちゃんの SSR 欲しいです。持ってる。みずきもね、持ってる。持ってる。聞いて、私、みずき天井。おー、石であのマミのカードも引き換えられた。頑張ったの、素晴らしい。私はね、みずきのカードで1回で出たよ。なんか、やめやろう、やめて、2人ともやめて、やめて、はい、このね、パチニックの争い解決してくれるのがセレクションチケット。そんなの、そうだよ、素晴らしいこと、もっと定期的にやってほしい。コストを受け止めます、ね、はい、皆さんこれ皆さんあの仕事終わった後に、ね、うん、見ていただきたいと思いますのでぜひ手に入れてください、はいはい、ではここで、選ばれたこの選択に関するミニゲームにチャレンジしてもらいたいと思います。題してバレンタインセリフでアイドルを当てよう。はい、ですね、今から、2人のアイドルのバレンタインセリフを発表します。回答者はそのセリフが誰のものかを当ててください。はい、見事1問正解できれば合格、ケーキが食べられます。おー、1問、1問です。1問だけ。あ、これあれだよね、このブロックで正解して、うん、したらまず第一歩ってことですね。そう、まずケーキを。この後さっき6個ありましたよね、うん、その中にいくつかチャレンジがあるんで、うん、そのチャレンジを全部正解しないとケーキは食べれません。全部です。まず一つのチャレンジが今回のチャレンジで、その2つのうち1問正解でそれはチャレンジ成功にしますので、そこはちょっと寛大にしておきましたので。なるほどなるほど、はい、うん、ではこのチャレンジに挑戦してもらう、人を、はい、狭間さんに若智子
コピーに決めていただきたいと思うんですが、わかりました。いかがいたしましょう。これは、ちょうちょうちゃん。お、あ、は、は、はい。いいね、カードね、すぐゲットできたもんね。はい、はい。じゃあ、ちょうちょうちゃんに。任せてください。さすが、素晴らしい。お願いします。はい。まずね、ここでね、くじけてしまったらね、もう20分ぐらい。やめろを当てていただいて、かつ、うん、ちょうちょうちゃんはこれをそのキャラの気持ちになって読んだ後に正解をお願いします。これは貴重なキリタニちょうちょうさんのモノマネタイムということです。ああ、じゃあまずミヤで読んでいただきましょうか。ミヤ、そうですね、ミヤとして一回読んでもらえますか。ミヤ言うかな、これ。いや、言っていい。あ、ミヤ風。何も言わなくていいよ、安心して。モテない誰かさん用のチョコもちゃんと持ってきてますからね。いい、あー、いいですね。難しい。レア。なんかちょっと目覚めそうな感じ。でもミヤじゃないんですよね。言わなそうだけど、ありがとうございます。これ今の段階でなんか分かってる人とか、ヒントとかあります？あ、予測が立ってる人。はい、なんかこのモテないとか、なんかこう、灰色の青春とか言いそうなのはあかねちゃんだなと私は踏んでるんですけど、なんか、うん、あみまみの線も捨てがたい気もしてるんだけど、でもなんか、うん、なんか私的にはいつもなんかモテるとかモテないとかはリオさんが、リオさんかなと思ったんだけど、なんかリオさんだったらなんかプロデューサーくんとか入るかなって思って、じゃあ違うのかな。でもなんかリオネは自分の自虐はするけど、プロデューサーのことはモテないとか言わなくても。え、どうする、どうする、それでもしリオさんだったら。そしたらごめんなさいとしか言いようがない。ゆきおさん黙ってますけど、あのさっきリハーサルの時にもう間違い連発して、そう、間違い連発して完全にミスリードするから、私もすごい黙ってますね。そうなんだ、え、それ知らん、なんか。じゃあ決めてもらいましょうか、そもそも。それでは誰のものなのか。プロデューサーさんはヒントはないんですか。ヒントは、いや、これ刻まれてるよ。ちょっと出てますよ。え、あかねちゃん、いや、あかねちゃん率高いよ、ほら。あかねちゃんなの。あら、すごい、あかねちゃんなんだ。いよりかもしれない。じゃあもうここまでですよ。じゃあ答えを、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 それでは答えをお願いします。あかねちゃん、何も言わなくていいよ、安心して。持てない誰かさんへのチョコもちゃんと持ってきたからね。おー、似てる、みんなで似てるって。じゃあそれでは、はい、誰なの、だから誰なの、これ正解。じゃあ発表していただきましょうか。ドン、正解しましたから。はい、ってことはもう失敗してもいいってことですか。そうだけど、せっかくだからもう一個やる。もう一個やる。そう、聞きたい。じゃあ次ですね、うん、2つ目のセリフ言ってみたいと思います、うん、どうぞ。おお、ちょっとまたタイプが違う感じで、ちょっと読み上げてもらっていいですか、うん、もう今日はバレンタイン、はい、秘密のプレゼントあげるね。かわいい、安定してかわいい。はい、じゃあちょっちょさん、また2問目も、うん、一体誰のものなのかお考えください。なんかタネちゃんとか誰とか、これはでも、うん、やっぱりなんかこうニュアンス的にすごい元気なキャラ、ああ、うん、セリフ的に、うん、やっぱりこの跳ねた感じ、うんうん、ポンとかうって感じは海みかな。ありそうなんだけど、あとはもう個人的に町長さんの海みが聞きたい。あーハードルが上がりましたね。クエストされている。レアだよね、町長あんまりモノマネしないもんね。そうですね、うん、この間、うん、全然関係ないんですけど、うん、ひなとやったら似てるって言われた。この間のイベントで、やってやって、聞きたいって。
ったね。みんなとも言わねえな。でも似てるよ。なんかプロデューサーさんもなんか人参食べるかな。こんな歌声。はい、戻りますよ。はい、答えを決めてください。うみちゃんにしよう。よし。さあ、じゃあ正解は、今日はバレンタイン。はい、秘密のプレゼント開けるね。おお、してるからそれを出したかった、うんうん、あーでもすごい、すごい難しい。似てる、みんな似てるって、うん、本当、じゃあ答えを発表、はい、はい、答えこちらです。じゃん。さらに今回は出演者も発表したいと思います。こちらです。はい、こちらがデイ1ということで1日目ですね。そしてそしてデイ2は来るのか。来たー。はい、というわけで出演者はこんな感じになっております。こちらですね、うん、また CD の封入選考なども実施しておりますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください。なんかもう全部読めなかった一瞬でしたね。一瞬でみんなね、はい、後で情報をね、そうみんなね、放送後にはまた、はい、この後公式サイトぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということでタネちゃんはね、久々だね。そうなんです。めっちゃ何かを期待されてる。そうですね、やっぱり久々ということで、うん、もちろん琴葉はプロデューサーの皆さんと常にずっと一緒にいたと思うんですけれども、うん、私がこう琴葉を背負ってライブに出るっていうのは残念ながらちょっとフォースの方は叶わなかったので、うん、今回フィフスで皆さんと一緒に出演できるっていうことで、うん、もうしかも埼玉スーパーアリーナ、うわー、でかい。ちょっといろいろ飛び越えすぎて緊張もしてるんですけれども、うん、もうね、楽しんで、特にプロデューサーさんが楽しんでいただけるようなステージにできるように今から頑張って練習もね、していきたいと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみに見てると。今日ね、みたねちゃんを映してください。このイヤリングと指輪見て、みんな気づいた、超尊くない。反省する。これはね、これ分かった方いますかね。ゆきよさん、ありがとう。そうなの。
あの、はい、タネちゃんがね、ちょっとあのジレルハートを、うん、あのバイリンゴガールで歌うという時にはちょっとお休みしてたから、はい、でもなんとかね、なんか一緒にやりたくて、うん、で、ちょっと作ったんです。はい、皆さんがくれた。そう、なんかバイリンゴガールの人数分作って、でタネちゃんの分も作ってて、はい、今度タネちゃんに会えたら渡そうって思ってて渡してたの。そしたら今日持ってきてくれて、つけてくれてて、私はもう非常に胸がいっぱいになりました。絶対ゆきおさんと一緒に出るときつけようと思ってて、もう今日はあのスッてこう、ちょうちょもね、今日ね指輪つけてくれてた。あのね、さっきトイレの時間違えて外したさっきまでつけてたのに、でもなんか濡らせないなと思って、うん、トイレに置いてきちゃった。おいしい、なんなら私何もつけてなくて、ゆきおさんかさ。でもあのもうね、もうタネちゃんおかわりしてるから、うん、そうなの、まあ、これはそれもことはからだから、ことはがね、今日つけてくれて、フォースの私をここに連れてきたということで、皆さんが連れてってくださったので今ここにもいます。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと感動的になりましたね、はい、もうでもやっぱ私だけじゃなくて、うん、ここにいる皆さんのフィフスへの意気込みも、うん、聞きたいんですけど、皆さんも聞きたいですよね。じゃあ台からいきますかね、うん、頑張るぞ。嘘です。あのね、タイトルにもね、うん、パフォーマンスありますけれども、なんか新たな、なんだろう、一歩目ファーストの、うんうんうん、あのタイトルにもパフォーマンスだったのから、また新メンバーね、うんうん、コーリーも来てくれて、うん、はい、つむつむ、つむつむじゃない、そみなみちゃん、ごめん、みなみちゃんも来てくれて、なんかまた新たな一歩をみんなで行くぞっていう気持ちで頑張っていこうと思います。素晴らしい。わはい、埼玉スーパーアリーナということで、あのなんか幕張にサードで出させていただいたときに、あの大きな舞台に連れてきてくれてありがとうございますっていうことを、あのももことのメールのやつを絡めてご挨拶をしたんですけれど もうプロデューサーさんたちが本当にいっぱい頑張ってくれるから、どんどん大きな舞台に連れて行ってくれてるなってすごく思ってて、だから私もこれからも約束を果たし続けるべく頑張りますので、今回もあの SSA 気合を入れて臨みたいと思います。頑張るぞい。私本当になんかまだあの情報はね、私たちも聞いたばかりとか正しい情報が本当に多いので、まだまっさらな状態ではあるんですけれども、本当に新たなね、またミリオンの一歩をこうみんなで進んでいけることが本当に楽しいです。埼玉スーパーアリーナという大きな舞台でまたみんなとこう熱くなれる、一つになれる、ね、ように、頑張って、磨き上げていきたいと思いますので、プロデューサー待っててください。あのあっちゅうだと思うんですよね。だから一緒に駆け抜けていきましょう。楽しみに待っててください。頑張ります。頑張るぞ。はい、フィフスライブはですね、香里さんとつむぎちゃんにとって初めて参加するあのミリオンライブの周年ライブになるっていうことなので、タイトルにもある通り、なんかまた最初の中野サンプラザから少しずつまた成長したり、新たな魅力があったりする香里ちゃんを見せられるように、私も頑張りたいと思います。頑張るぞい。名古屋に私出て、あ、サードの時名古屋に出て、でその後武道館に行って、で2回目の武道館をハチポッチで行ったんですけど、それでやれなかったことをなんかやりたいなと思って、私の希望的には下から飛び出るやつをやりたいですね。かっこいいやつだ。あ、それ飛び出た。私あ飛び出た。飛び出た。飛び出た。あ、楽しいよ。楽しいよ。私もミヤオミヤで飛び出たいです。それはどうだろう。なんかこういい感じで、そうなんかまだやってない、なんか新しいソロとかもし歌えるんだったら、その時にピョーンってしたいな。うん、頑張ります。なんかとっても
まだ中盤とは思えない感動的な空気になっちゃったんですけど、進行の順番間違えましたかね。はい、皆さんブランニューパフォーマンス、まだちょっと気が空いておりますけれども、あっちゅう間だと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続きまして、どれを選びますかね、お姉様。もうさ、宝石と言ったらあれしかないんじゃないのかな、宝石で。はい、では宝石のスライドお願いします。ででん、ほらー、素晴らしい宝石力。おまま開催記念ミリオンジュエル390個プレゼント、やったー、ありがとうございます。はい、ちょっともう今回毎回定番になってきたんですけど、もう今回はサンキュー2コマの生じゃなくて、ウェルカムミリシタなんですけれども、今回もこの生配信を記念しまして、390個のミリオンジュエルを皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、配布は放送の終了後を目安にしますので、皆さんぜひミリシタログインしていただきたいと思います、うん、はい、というわけでここでミニゲームがあるらしいので、チャレンジしてもらいたいと思います、はい、プレゼントリアクションチャレンジ、イエーイ。はい、というわけ です、ね、チャレンジャーの方はプロデューサーにとあるものをもらいましたという設定です、はい、で、そのチャレンジャーの方にだけそのもらったプレゼントの中身が分かっています、うん、それを自分の演じるアイドルとして受け取ってリアクションをしてください。そのリアクションを見て他の子たちが制限時間内に、中身を当てられたらチャレンジ成功ということです。一人でも当てればいいらしい、うんうん、なるほど、一人でも当てればいい、そう、ほうほう、というわけで、じゃあ誰にやってもらえますか、狭間さん、うん、氷ちゃんいいですか、頑張ります。じゃあこの中にプロデューサーさんからもらったというものを書いてありますので、これ氷ちゃんにだけ渡します。氷ちゃん、これ見て、すごく大丈夫だよ、ありがとうございます。何をもらったんだろう、失礼します、見ちゃダメですよ。ででん、おプロデューサーさんからこれを香織さんがいただいたんですよね。そうです、香織さんがいただいたんです、うん、すごい。じゃあ香織さんは一体どんなリアクションをするのか、はい、皆さんそのリアクションで何をもらったか当ててくださいね。じゃあリアクション受けで出てもらいたいから、うん、あのさ、江戸川張りのイケボでさ、プロデューサー役やってよ。素晴らしい、さすが。よし、じゃあ香織リアクションチャレンジスタート。香織さん、はい、よかったらこれもらってくれるかな。プロデューサーさん、ありがとうございます。チラプロデューサーさん、そんな、私恥ずかしいです。え、そんな積極的なプレゼントをくださるんですか。何を言ったの。おい、プロデューサー、こんなチケットを男性の方からいただけるなんて、私ドキドキします。こういうことをしたのは小さい頃お父さんと二人でやったくらいでしょうか。私もよくお父さんにトントンしました。はい、というわけで、はい、重要なキーワードも出たところで、出た出た、はい、そう、私も答えを知らないんだけど、回答権がないらしいので、他のメンバー、はい、皆さんスケッチブックがお背中にあるかと思うので、そのスケッチブックに答えを書いてください、はい、お願いします。でもお父さんというワードが出てこなかったら、私完全にいかがらしいものなんだけど、あはははは、ちょっと待って、何あげてんのみたいな、あ、氷さんが氷さんに何書くんだろうと思って心配になって、ちょっとゆきよさん何書くんだろう、危なかった、危なかった。どうしようかな、この時間は出したらいいかな、なんか、そうですね、何もらいたいですか、バレンタインに。バレンタインに何もらいたいか。私あげる方じゃなくていいんですか。さっきチョコもらいましたもんね、ありがとうございます。うーん、もらいたい、男だったらもらいたい、プレステ4が欲しい。リアルだな、結構ね、リアルなとこ来ましたね。あのね、聞いてください、私ブルーレイをプレステ3で見てたんですけど、うん、壊れて、うん、私あのボックス買ったんですよ、自分で、あのカンパケもらう前に。でも壊れて見てなくて、だからまあ未開封のやつ2個持って
ボックス2個あるの家。それは買いましょう。自分で買いましょう。開けた。こんなバカな話を。大丈夫。大丈夫？はい。じゃあ一斉に出していただけますか？はい。順番に回答。じゃあ藤尾さんからドン。ドン。カタタタタタタキケン。めっちゃ。すごい叩くな。はい、片田健、次、アメリカさん、ドン。磯の問題ね、私もね、たぶんわかんなくなっちゃって片田健、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 ちょっと変わっちゃう。はい、片田健ということで、はい、タネちゃん、次、ドン。じゃじゃん、ガシャチケット。嬉しい、嬉しいです。なんかお父さんもやってるかもしれないし、あ、そうだね、画面をトントンしてるかもしれない。ありがとう、欲しい。そして情緒は、はい、肩たたき券。おー、肩たき券、肩たき券、肩たき券。なんかさ、ちょっと一個言わせてもらうとさ、私はボケたからね、天然的に。やば、オチがついた。ニュースが書いてる場合じゃなくて、そう、書きかけ。肩たたき券ということでしたが、ホリーでは正解をお願いします。はい、正解は肩たたき券でした。あー、正解です。一人もでもちゃんと答えてない。そうですね、みんな不正解ですよ。じゃあこれはチャレンジ成功にしてあげましょう。というわけで無事リアクションチャレンジ成功でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、じゃあ、はつろさんの気が変わらないうちに次行こう。そうだね。はい、でもね、次はどれを選ぼうかね。じゃあ、蝶々選んで。はい。じゃあ次は虹で。虹。では、虹のスライドどうぞ。おお。新ユニット。あ、なんてこった。え、私だ。ちょっと選んだ。はい、ミリスタ新ユニット&新楽曲発表。ありがとうございます。はい、それではですね、ミリスタとして第2弾となる新ユニットの情報を私から発表させていただきます。はい、今月の下旬よりミリスタで新しいユニットが登場します。このユニットがこちら、クリアスカイです。このユニットメンバーはエレナとミアが担当してくれています。なんとなんと、はい、実はここで、飛び入りゲストの方が来てくれました。この方です。プロデューサー、うわー、はい、大好きなプレゼント。驚いた？私はいつでもストレートだからね。はい、島原ヘリナ役の角本明日香です。来ちゃいました。あー、サプライズゲスト。いきなり来たね。いや、大丈夫。台本もいただきたい。さっきポーンを投げて、今センター取ったからね。いただいております。瞬時に気づいて、プロだ。はい、よかった、来てくれました。ありがとうございます。揃った、はい、ということでクリアスカイの2人が揃いました。新しい制服で靴箱レシート
めちゃかわいい。言っている。待って急に出てくる。振られいつもの光景だ。確かに。そうそう振るタイミングあるかなと思って持ってきました。今来たね。今来た今来た。これはなんかこうだったんだね。びっくりした。私も初めて今見てるし、なんかやっぱモデルになると私と長女さんの身長はだいぶ差があるんですけど、モデルになると身長も近いし髪型も似通ってるし、確かに確かに、なんか姉妹ユニットみたいだなと思って。確かになんかエレナとミヤ。そう。ねなんか最初、うん、その二人ですって聞いた時は、うん、なんか結構私の中では意外だなって思ったんですけど、うん、なんか歌も撮って、うん、もうあのドラマ CD の方も撮ったんですけど、うん、結構バッチリです。バッチリです。本当にイベントの方のドラマももちろんなんだけど、うん、マジでドラマ CD 本当に、そうドラマ CD 聞いてほしいです。大きな声で言うのでそうすごいね、聞いてほしい。あれよかったよね。簡単な言葉で言うとエモいんでエモいんで本当にドラマ CD もぜひ聞いていただけると嬉しいでございます。はい、というわけでですね、どうですか皆さん見てみていかがでしたか。いやなんか声の相性が抜群にいいね。なんかミリオンの本当可愛い透き通った声とか、なんかなんだろう、なんかこうなんかちょっと私、まあ、変なこと言いそうになっちゃった。でもなんか、ねねね、ちょっとここの底がざわざわする感じの声、あのいい意味、あ、なん、さあ、わかりますかね。なんかすごいなんかでもくすぐったくなっちゃうような、もうとりあえず好きっていうこと。あーやったーごめんなさい、語彙力がなくてごめんなさい。みんなはどうだった。なんか、二、うん、人ってイチャイチャできるからいいのって思う。そこえ、そういう目でしか見てないんですよ。ユニットがいいのよ。え、でもそこだってカットカットカットやん。あ、ほんとだ。やでだ。ほんとだよ。すごい。意味が合ってる。すごいね。イエーイ。そうそうそう。良さがあって、なんかほんとに、なんだろう、柑橘系の匂いがする感じ。あー、そうそうそう。いや、我々空なんで。空なんで。クリアなスカイなんで。あ、まさに。そう。まさに爽やかな。クリアなスカイはちょっと違う。題名みたいな、なんかダンってあるのが青春なんです、うん、あ、青春ユニットっていう風にイベントのストーリー始まっていくので、うん、そんな柑橘の香り感じながら、はい、ぜひ楽しみ。はい、こちらですね、先ほど今月下旬とお伝えしたんですが、もう近日公開いたします。このですね、楽曲虹色レターズをプレイすることができるイベント、プラチナスターツアー虹色レターズが近日公開いたしますので、皆さんぜひ楽しみにしてください。そのイベントビジュアルも完成しましたのでご覧いただきたいと思います。こちら、あもうね、まさに青春ですよね。だから制服なんだ。これがあの制服か。これがあの制服か。そうだ、俺今気づいたの。気づいたの。ツアーのイベントでですね、イベントポイントの上位報酬がエレナで、累積報酬がミヤとなっちゃいます。よかった、皆さんぜひ可愛い彼女たちをアプリ内でチェックしていただきたいと思います。そしてちょっとゲーム内のお知らせになるんですが、先日からプラチナスターピースが配布されまして、イベントで衣装を取り逃してしまったという皆さんに朗報があります。このイベントの終了後よりイベントアイテム交換所がオープンいたします。そうなんです。でこのイベントアイテム交換所では、プラチナスターピースを使って今までのシアターとかツアーのイベントで報酬カードやユニットメンバーの衣装を交換することができるようになってます。なってた。はい、そうなんです。そして今回は第1弾としてシューティングスターズのユニットメンバーの衣装が追加されます。詳しくはアプリ内のお知らせをぜひご覧いただきたいと思います。第1弾ってことは、その後も続々と。鋭いね。その通り、そうなんです。随時追加されていきますので、皆さんぜひ楽しみにしててください。あの、はい、この MV の中の衣装ってセカンドライブの衣装ですよね。ちょっと読んでるね。単独が上手だね。けどアッシュはうまくやったからね。単独が上手だね。超超そう。でもナイスにナイスです。ありがとうございます。そうなんです。皆さんがセカンドライブの時に着ていた衣装、うん、グレイトフルブルーがあったと思うんですけど、うん、あれがついにミリシタに登場します。そうなんです。さっきの MV でいたこちらですね。かわいい。はい、
こちらはですね、ブロゴルージュと同様で通常のライブやお仕事、あとはメダル傘なのでドロップしていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。グレートフルって着てないアイドルもいるんですよね、セカンドだから。そうだね、ゲームの中で動いてるのが、はい、ここでは楽しみが来ていますので楽しみにしてください。はい、さてここで、選ばれたこの虹に関するミニゲームをチャレンジしてもらいたいと思います。はい、頑張って。題して頑張って、大好きなプロデューサーさんに虹色レターズチャレンジ。はい、おここに何も書かれていない便箋があります。はい、こちらです。これ何も書かれてない便箋です。はい、こちらをアイドルとしてまるでプロデューサーへの告白が書かれているかのようにラブレターを読み上げてください。気持ちが届いたかどうかをアンケートで投票、 76.5% を超えていたら合格、ケーキが食べられます。食べたい、食べるぞ。分かりましたでしょうか。そうですよ、プロデューサーさんから、ね、ラブレターをアイドルになりきって読んでくださいね。はい、はい、では、これにチャレンジする人を、はい、ダメでしたか。最高だったよ。では、はい、これにチャレンジする人は狭間さん選んでください。私もうこれ最初から決めたんです。え、誰ですか。ゆきおさん。あ、よかった、ゆきおさん。ゆきおさん、はい、この白紙のネタをお渡しさせていただきます。すごいな、本当にこういうことが苦手なんだよ。ゆきおさん、恵みとして、恵みとしてですから。はい、で最後は皆さんアンケートで投票して数字でゆきおさんの気持ちが伝わったかどうかが出ちゃいますから。そう、私というか、まあ、恵みのね。そうです。でも大丈夫、皆さんはとても有料なプロデューサー。有料、私が噛んだりちょっと感情がこもらなかったりしてしまったとしても、皆さんがアンケートでいいを押せばいいんです。ダメですよ。わかりましたか、わかりましたか。ちゃんとしてくださいね、ケーキかかってますからね。はい、ゆきおさん準備は大丈夫ですか。はい、やりやしょう。はい、ではゆきおさん、虹色レターズチャレンジスタート。こういう時ってなんて始めればいいのかな。背景、プロデューサー様、寒い日が続いていますがいかがお過ごしですか。本日はお日柄もよく、お仕事の悪い中、もうよくわかんないな。とにかく私が言いたいのは、いつもありがとうってこと。あと、末永くこれからもずっとよろしくね。の結果はどうぞ。おお、すごい、すごい、すごい。気持ちが届いたが 95.4%、 届かなかったが 4.6% でした。ということで、ゆきおさんはチャレンジ成功です。やったー。
ていいですやめてください。はい、可愛かった。いいもの入れました。いいんだよ、みんなやってくれて全員でそうした。一斉に一斉に見になった。この拍手の、ね、手紙は今私の手元にあるので、あー、そういうことか。ちょっと切り札で取っておきましょう。さすが。はい、はい、ということで以上、虹色レターズチャレンジでした。というわけでゆきおさんが、はい、ダメージを受けているんですが、はい、じゃあ選ぼう、次の選ぼう。そうね、お願いします。じゃあ次はコーリー選んで。あ、では選ばせていただきます。次は絵にしましょう。はい、では絵のスライドお願いします。おお、ということでサイン入りイラスト色紙プレゼント。の生配信を記念してミリスタの公式ツイッターアカウントをフォロー、そしてリツイートしてくれた方の中から抽選で2名様に本日の出演者全員のサイン入り色紙をプレゼントしちゃいます。さっき私たちもサインを楽屋で入れまして、はい、出来たてほやほやの色紙になっております。詳しくは番組終了後に更新される公式ブログをチェックしてください。はい、これキャストでじゃんけんじゃダメなんですか？あー、無理だよ。2枚しかないんですよ。あ、そういうことでしょ。プリカみたいな感じでもいいんですけど、うん、コピーしたやつみんなのサインもらえるし、実物をお持ちいたしましたので少々お待ちください。こちらですね、ちょっとすみません、なんかビニールで、あ、ちょっと映さないでいただいて大丈夫ですか？やばい。こちらです。いや、もうこれ本当本当みたいな。こちらの2枚です。やー、映りますか？はい、今回ですね、あの右下のタムラ、タミヤが噛んじゃった、すいません。タミヤ画伯が本当に皆さんのキャストの皆さんが出てくれるということで、キャストに合わせて書いてくれました。いつもありがとう。あ、前回のね、ニコ生でも書いて、今回も書いたらハードル上がっちゃうよって思ったんですけど、もう自ら書くよと言ってくれて、もう本当にさっき出来上がって出来たてほやほやなので、これを皆さんに、なんかこのため、このためだけにアカウントを作るしかないみたいな、ツイートして当てるしかないみたいな。みんなにタミちゃんにも権利がありますから。本当ですか？じゃあちょっとあの帰ってツイッターすぐ始めてください。始めないですけど、みんなに権利がありますので、ぜひこちら応募していただきたいと思います。今回2枚ありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。公式ツイッターリツイートしてくんないかな。はい、ということで詳細は違う人に頼むブログをご確認ください。皆さんぜひゲットしてくださいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで最後はもちろん、一緒が残ってますね。ということで、一緒の情報はこちら。みんなで一緒にライブ。はい、これはどういうことなんですかね。はい、そうなんです。実はみんなで一緒にをテーマに、ミリ下のライブにスペシャルなことが起こるんです。そしてその内容がわかる MV を今日ちょこっとだけ皆さんに披露したいと思ってます。しかし披露はしますけれども、その発表はもう少し後にしますよ。その前に一緒にということで、こちらのミニゲームにチャレンジしてもらいましょう。題して一緒にライブプレイチャレンジ。えいえい。はい、今から見せるみんなで一緒にという MV を披露する前に、2人でミリ下のライブプレイをチャレンジしてもらいたいと思います。曲は先日実装されたウェルカムです。シックスミックスで最後までクリアすれば成功です。ということで、チャレンジする人を畑間さんに選んでいただきましょう。はい、2人で一緒にということなので、今回せっかく初披露しましたクリアスカイの2人にお願いしたいと思います。はい、頑張ります。初の共同作業だ。素晴らしい。どうだったかな。なんかもう作戦とか決めてる？平気？そう、なんか作戦一緒にプレイ、一緒にプレイって難しいから、とりあえずスペシャルアピールまでどう
そこからあと分担しようかみたいな。分担しよう。そうしよう、そうしよう。ノープラン。ノープラン。でも最初はもうバッチリうちのあの格納とアスカちゃまがやりますから。私はあの逆らえない。パワーブランコだった。おさらいしますけれども、はい、こちら最後のミニゲームになっておりますよ、はい、ということはこちらを成功すれば我々ケーキが食べられるというね、その通りでございます。最終局面でございます。お願いします。目がマジですある意味長長さ責任重大、はい、あの言い訳じゃないんですけど、私小学校からなんかそういう音の鳴るゲーム苦手で、あのマリオとかよくジャンプするじゃん。あれもあごめん、あなんでもない。な今のなしじゃん。大人になるそうそう。そう音とかなんかこう、なんか二人でだからジャンプするやつとかね。そう。できるよ。できるよ。楽しい。とりあえず動揺は伝わったよ。頑張ってみんなでね応援しましょうね。はい。応援しますよ。さあ端末を用意してますので、そちらじゃあ最初にプレイするのは。はい、ではやらせていただきやす。じゃあ準備はいいでしょうか。本番でいいですかね。はい、はい、では2人でチャレンジしてもらいましょう。ライブプレイチャレンジスタート。開演です。でもなんかこれ人に見られながらやるの初めてだな。本当それもちょっとね、訪れが起きちゃってるかもしれない。難しいかもしれない。はい、始まりました。
鳥肌が立っちゃうさ、全員バーって出た時、いやすごい、フェアリー全員フェアリーのか13人、はい、ちょっと私から説明させていただきます、はい、今回ですね13人が一緒に立つことができるライブステージを準備させていただきました。現在ですねフェアリー演じるプリンセスとして各スターズは13人で、なるほど、3級メンバーの中では13人で構成されてます。でそのそれぞれの属性のテーマソングを彼女たちが13人で一緒にステージでライブできるようになるんです、うん、でそしてあの衣装気づいていただきましたか、うん、皆さん全員お揃いの衣装なんです、すごい、そうなんです。なおこの衣装はフェアリーテイルじゃいられないの、この衣装はですね、うん、13着セットで販売予定となってます。嬉しい。詳しい情報は2月22号のファミ通にて公開いたしますので皆さんぜひ楽しみにしていてください。楽しみです。どうでしたか13人ライブ。いやーもうすごい、だってこれ待って、私分かってなかった、うん、これ、うん、みんなの属性のやつ、とりあえずフェアリーが先行、そうです、うん、わーすごい。今フェアリーを見ていただきましたけど、うん、プリンセスとエンジェルも、うん、あ、うん、楽しみです。なんかねライブとかでもねみんなで揃ってできたらいいよね、うん、なんか揃ったことない、うん、まだ揃ったことはないから、はい、13人で1曲踊ったら圧巻だろうなっていうのがもう目に見える、なんかそう予習ができたよね。できました。これ再現したいですね。はい、でも本当13人があのステージに並ぶとこんなにいっぱいいるんだっていう、圧巻の大きいとこでやりましょう、はい、横に並べるぜ。右下のステージ大きいですので、はい、まずは右下の中で13人ライブを楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで13人ライブ映像をご覧いただきました。それではここからはそれ以外の情報もお知らせしていきましょう。はい、今見ていただいたクリアスカイの新曲虹色レターズが収録されるアイドルマスターミリオンシアターデネレーション06クリアスカイが3月28日に発売になります。言えた。はい、こちらの虹色レターズとあとですねもう一個カップリングでクリアスカイの完全新曲も組まれまして、あと先ほど散々聴いてくださいと言ってたドラマパートも収録予定となっております。また先ほど告知されたミリオンフィフスライブの先行応募シリアルチラシも封入されますので、ぜひぜひこちらの CD お手に取ってみてください。ジャケットが最高ですね。ジャケットジャケットになってるやつ、お手が持ってるの、あ、そう、ね、ネイルがすごい高い、ね、かわいい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではでは、情報盛りだくさんです。続いて一番くじの情報です。はい、一番くじアイドルマスターミリオンライブ2018年7月発売決定でございます。シアターデイズのメンバー52人がラバーストラップで登場します。はい、さらに一番くじをプロデュースする新たな企画が決定いたしました。はい、一番くじの商品の一つミリオンスターズ39人のアクリルスタンドにデザインするカードイラストをなんとなんとプロデューサーさんに決めてもらおうという企画でございます。はい、こちら詳しくは一番くじクラブで明日、あら、はい、2月15日木曜日に公開予定ですので、ぜひ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 チェックの方よろしくお願いします。一番くじやりたい。はい、そして最後に家庭用ゲームのセール情報をお届けします。こちら PS ストアにてアイドルマスターシリーズのバレンタインセールが実施中です。家庭用アイドルマスターシリーズ13タイトルのダウンロードゲームと PS4 アイドルマスタープラチナスターズ、PS4 アイドルマスターシンデレラガールズビューイングレボリューションの一部のダウンロードコンテンツがお求めになりやすい価格になっております。ぜひぜひこの機会に皆さん手に入れちゃってくださいね。よろしくお願いします。はい、そしてたった今調整が間に合ったご報告をさせていただきます。今回生配信を記念いたしましてスペシャルイラストを右下のビジュアルチームが作ってくれました。公開いたします。どうぞ。あ、生配信記念ということで、あ、かわいい、ご
52人プラス小鳥さん、みさきさん、社長メロンです。すごい影になってる。実はこれ昨晩にはまだあの真っ白というか色がなかったんですけど、一晩で色が作りまして、仕事が早い。そして生配信記念で書いてもらったものですので、この後ミリスタの最初の立ち上げのページでこの絵を披露したいと思います。あかねちゃんがあかねちゃんの人形みたいな感じ。これ本当だ、あかねちゃんの人形か。ログインした皆さん、これが見れますので、この後ぜひ右下チェックしていただきたいと思います。そしてこの後もこの絵どこかで見る機会があるかもしれませんので、楽しみにしていただきたいと思います。楽しみということで、これからも右下をよろしくお願いします。お願いします。はい、お送りしてきたミリスタウェルカム生配信、バレンタインデーもミリスタですよ。ミリスタ、そろそろおしまいのお時間となりましたけれども、皆さん本日はどうでしたかね。早いね。早いね。盛りだくさんすぎて、1時間くらいの番組と思えなかった。本当に忘れちゃいそうですね。確かに駆け抜けていった。だいぶ反応があったんですかね。誰かにやらせたい子いないの？あ、じゃあまあここやっぱスペシャルゲストをね。あった。思ったけど、じゃあアッシュから回ってこ。あ、素晴らしい。そういうとこ大好き。そう、決まった。ゆきおさんもう一回ってことよろしいですか？私もさっき十分やったから。何でしょうね、今日の感想とか、まあ今日のなんか、まあ、もろもろ全部でいいよ。あ、じゃあ、任せる。じゃあ、エルナでもいいんですよ。でもいいし。今日のこの思いを。はい。では、いきます。はーい、プロデューサー。いきなり来てびっくりしちゃったでしょ。エレナも、プロデューサーたちと一緒に、琴葉とめぐみを、お迎えしたいなと思ってこの場に急に来させていただきました。ありがとうございます。本当に来させていただいて、いろんな大人の方たち本当に本当にありがとうございましたっていう、もうそれだけなんですけれども、ありがとう、来てくれて。そう、いや、なかなかね、そのライブの機会とかでもお会いすることが実はタネちゃんさんなくて。はい、タネちゃんさんだよ。タネちゃんさんがすごい本当にずっと会いたいなって思っていたし、最後にLINE を2人でしたスクショとか未だに撮ってあるし、なんていい子だよ。あれを思いつつ、はい、せっかくね、今こうやって仲良しのめぐみとことはと3人で一緒にいられてるので、うんうんうん、ちょっとね、これからもいろんなこの3人の姿をプロデューサーさんたちに見せる機会があればいいなと思いつつ、それは全部やっぱあとプロデューサーさんたちが待っていてくれてたらばっていうことになると思うので、この3人の活躍見たいよっていうような声がもしあれば、ぜひぜひいろんな各所へお届けいただけるととっても嬉しいかなと思います。本日はありがとうございました。クリアスタイムよろしくね。クリアスタイムよろしく。ありがとうございます。足のラブレターとは思えない。いや、本当に素晴らしい。グッときた。途中で無理でした。いいんだよ、あの、キャラでもキャラじゃなくても良いからね。あの、じゃあ、なんか私の無茶ぶりがなんか非常にいい企画になってしまっている。もう結構お腹いっぱいです。このまま綺麗に終わっておけばよかった。もうじゃあちょちょお願いします。プロデューサーさん、こんにちは、みやおみやです。私実はミリオンのこういう生配信が初めてだったんですよね。だから決まった時とっても嬉しくて、きっとこれはプロデューサーさんからのすごく素敵なお仕事なんだなって思って嬉しかったです。今回はエレナちゃんとミアで一緒にあの新しい楽曲も発表できてすごく嬉しかったです。ごめんなさい、ミヤだと長い。ミヤで尺が良かったのに、なんかすごくありがとう。全然、いやだから
そうなんですよ、今日すごい楽しみにしてて、うん、なんかケーキも食べれるということでこれから食べるのを楽しみにしてる、うん、はい、でもなんかこうやってなんかのタリナさんとかも久しぶりにお会いできて、はい、こういう楽しい会にあのミヤとしても一緒に参加できて楽しかったですし、いろんな情報も公開できて、これからが私も楽しみです。これからもよろしくお願いします。ミヤ回そう、ささささささ、ありがとうございます。プロデューサーさん、今日はご覧いただいてありがとうございました。香織もとっても楽しく過ごしました。琴葉ちゃんともお話できてすごく楽しかったです。またこれからミリオンライブ5周年記念のライブ、新しく始まります。いろんな挑戦がどんどん続きますので、これからも香織を、そしてミリオンの仲間たちをずっとずっとよろしくお願いします。ありがとうございました。かわいい。すごいですね、無情にも回ってくるんですね。プロデューサーさん、遅くなっちゃってすみません。ちょっと先生の手伝いをしていたんですけれど、思ったより時間がかかっちゃいました。お待たせしている間、プロデューサーさんはいかがお過ごしでしたか？私は早くプロデューサーさんに会いたくて、一生懸命いろいろ先生のお手伝いをしながら考えていました。たくさんたくさん伝えたいことはありますけど、それはこれから。まずは今日バレンタインデー一緒に過ごせて本当に嬉しいです。プロデューサーさん、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、ちょっと待って、呼吸合わせるよ。関係者の皆さんであったりとか、プロデューサーの皆さん、本当に待つのって簡単なことじゃないので、今この場にいるのは本当にこうキャストのみんな、そしてアイドルのみんな、プロデューサーさん、そして琴葉のおかげだと思ってます。今日私もニコ生というかこの生配信初めてなので、こうして私だけじゃないよ。本当に嬉しいです。あのたくさんのありがとう、これから返していけたらなと思っておりますので、はい、私もプロデューサーの一人としてミリスタこれからも楽しみたいと思います。今日はありがとうございました。ちょっと待って、なんか受け取っちゃった。じゃあ行きます。プロデューサー、私は感無量です。ズバリ簡潔に言わせていただくと、今日というこのバレンタイン、プロデューサーと、そしてこの大好きなメンバーと、ああ一緒に過ごせて幸せです。いつも思うのは、みんなと一緒だと私帰りたくなくなるんです。ずっとずっと一緒にいたいって思うんです。だからこの幸せがこれからもずっとずっと続くように、一緒にいてくださいますか？聞こえました。これからもプロデュースどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ふぅ、あーわー、ねえ、すごい、そうなの。やったやー、ねえねえ、なんやろ、ぐちゃぐちゃになっちゃう。あ、使っていいよ、ティッシュの差し入れだよ。涙を拭いてくれ。これはもう儀式だよ。儀式、儀式がいなかったらタオルも飲むに。
と白紙なの。お兄ちゃんお姉ちゃんへ、今日は配信見てくれてありがとう。ももこに入れてくれたシアターブーストの票は一票たりとも無駄にしないから、ももこのスター役ちゃんと見てね。あとフィフスライブもまたみんなで迎えることができてとっても嬉しく思っています。ちゃんとももこたちのことこれからも応援してくれなきゃ。しっぺだからね、しっぺ。まとまりなくなっちゃった。どうもありがとうございました。どうも、もも渡辺恵子でした。はい、どうぞ。やる本当に私に戻ってくるの。やりましょう。やろう、やっぱそれはやりましょう。解決しますよ。あ、どうしよう。背景何やんでしょ。プロデューサー様、そしてティッシュあるよ。あるよ、ティッシュあるから。そしてメンバーのみんな、ことはおかえり。あんまり私こういうことをなんて言っていいのか、なんて書いていいのか分かんないんだけど、本当にみんながいてよかったって思ってるよ。私から言えることはただ一つ。ちょっとまちこちゃんの言葉を借りるけど、ミリオンライブとプロデューサーとメンバーのみんなと関係者のみんなと、もうみんなみんな最高なんじゃー。最後はまちこがお届けしました。ありがとうございました。すごいやん、スペシャルゲスト。なんかさ、私今日ね、こんな締めっぽくならないと思う。届いたと思います。よかったよかった。いいですかね。素晴らしい。はい、素晴らしい。じゃあ終わるよ。はい、はい、まだすいません。それではお相手は所めぐみ役藤井幸男と、須尾桃子役渡辺恵子と、真壁瑞希役アベリカと、島原エリナ役角本アスカと、宮尾宮役桐谷蝶々と、桜森香里役郡有沙と、田中こと早く種田里沙と、そしてバンダイナムコエンターテインメント狭間和歌子がお送りいたしました。プロデューサーさん、これからもアイマスで